ユナイテッドシッキム FC はインドシッキム州が監督を本拠地とするサッカークラブである。2013年現在、ユナイテッドシッキムは国内最上位リーグであるアイリーグに所属している。クラブは2008年に設立され、シッキム州からアイリーグに参加している唯一のクラブである。クラブはドバイに拠点を置くフィデリースワールド、前サッカーインド代表キャプテンのバイチュンブティア、 インドの歌手、シャンカル・マハデイバーンが共同保有する形で運営されており、シッキム州の人々のため所属プロサッカークラブを設ける目的で設立された。クラブは2008年にシッキム州サッカー協会とバイチュンブティアにより設立され、クラブ設立以前にシーズンが始まっていたシッキムゴールドカップやその他のすべてのインドのサッカー大会に飛び入りで参加した。 2011年3月22日、クラブは公式にプロサッカークラブとなり、ドバイに拠点を置くフィデリースワールド、前サッカーインド代表キャプテンのバイチュンブティア、インドの歌手、サンカルマハデーバンガクラブを共同保有する形が取られた。クラブは、アイリーグ昇格のため2011年のアイリーグ2部に参加し、3年以内に昇格を果たすと目標を設定した。 クラブは2011年2月27日、アメリカ合衆国の北米サッカーリーグに所属する NSC ミネソタスターズから、サッカーリベリア代表のジョニー・メニョンガーを獲得して、アイリーグへの昇格をかけた戦いをスタートさせた。その後クラブは2012年3月31日の電ポスポーツクラブ戦で、アイリーグ2部2011から12シーズンの戦いを開始した。 この試合は2から2の引き分けに終わった。その後、ユナイテッドシッキムは5日後の2011年4月5日に、アッサム州のインディラガンディ陸上競技場で行われた北インパール体育協会戦において2から0で初勝利を収めた。クラブは1回戦グループ A を1位で通過し、各グループ2位以内が進むことのできる決勝ラウンドに駒を進めた。クラブは1回戦において、モハメダンと サザン・サミティに連続で勝利するまで、スポルティング・クルーベで5は、ロイヤルはヒンド OFC、シロン・ダージャン FC と3試合連続で引き分けており、ランダジード・ユナイテッド FC に引き分けた後バスコに、敗れて、正式に昇格不可能になった。その後、クラブは5位でシーズンを終えた。2012年、アイリーグ2部における、クラブの出だしは良いとは言えなかった。 2011年6月11日、ジョニー・メニョンガーが、アイリーグに所属するシュロン・ラージャン FC へと移籍することが決まりクラブを離れ、さらには2012年1月に、サッカーインド代表にも選出されていた、レネディ・シングやナンジャング・ード・マンジュが、相次いで、チームを去った。しかし、スタンレー・ロザリオを解任した後、ユナイテッド・シッキムは、ベンガル人のフィリップ・デリデルを新監督として迎えた。 クラブはさらに、ナイジェリア人のダニエル・ベデミア・クイントン・ジェイコブスと再契約を行った。その後クラブは2012年2月2日に、アッサム州のサティンドラ・モハン・デーブ・スタジアムで、バワー・ニープル FC に3から2で勝利して2度目のアイリーグ昇格に向けて、白星を積み重ね始めた。クラブは、その後アイリーグ2部1回戦で、イーグルス、サザン・サミティ、 ランダジードユナイテッドに対して3連勝を収め、シーズン最後の試合となった2012年4月17日に、シッキム州監督のパルジャースタジアムで行われた試合で、ベデミが得点を決めて、モハメダント1から1で引き分け昇格を確定させた。この試合には3万人のファンが集った。2011年3月22日、コルカタにあるタージホテルにおいて、 ユナイテッドシッキムのロゴとユニフォームが披露された。クラブのロゴにはクラブマスコットであるスノーライオンが描かれており、ホームのユニフォームカラーは上が赤、下が白、アウェイのユニフォームカラーはダークブルーとライトブルーとなっている。2012年8月29日、アイリーグへの昇格を果たした後クラブは新たなクラブロゴを発表した。今回のロゴは赤であり、 代々から色が変化、さらに設立年を表す上の部分には、アマチュアクラブとして設立された2008年ではなく、プロサッカークラブとなった2011年が刻み込まれた。彼らが初めて、アイリーグで戦うこととなった2012から13シーズン、クラブは、シッキム州の州都眼徳にある2万5000人収容のパルジャースタジアムで、すべてのホームゲームを開催すると発表した。 クラブは2008年から2011年まではアマチュアのサッカー大会に2011年から2012年まではアイリーグ2部に参加していたがこの際クラブはチューリッチで戦う際パルジャースタジアムをトレーニング施設として多く利用していたしかしアイリーグ2部はチューリッチでの戦いを行う規定になっているにもかかわらずプルヨースタジアムはユナイテッドシッキムが参加した アイリーグ2部の1回戦第2節で使用された。スタジアムはユナイテッドシッキムがモハメダント1の1で引き分けてアイリーグ昇格を達成した後も使用されている。2012年9月時点優勝1回2012ありがとうございます。